入山明恵の三分大学早稲田大学の教授でもある入山さんが世の中の分かりづらい物事を三分で解説する入山明恵の三分大学今日のテーマ ESG 祭 とというここなんですけれれどもね最近、よくあのニュースで見かけて私も気になってたんですが、うんうん、ESG 投資っていうのは数年前からよく聞いてたんですよ、環境に配慮した取り組みを企業がやっててっていう投資だと思うんですけど、うんうん、この ESG 再についてはどういう意味なんでしょうかねということで、はいはい、入山さんにまずは3分で解説していただきましょう。はいはい、お願いします はいあの ESG 債の債っていうのは、債券の債なんですよね、うん、なんで、まあ、そういうものなんですけど、あの皆さんご存知のように、企業っていうのがお金を調達するときは、大まかに言うと3つの手段があります。1つは銀行からお金を借りる、もう1個は株ですね、株式を発行して、まあ、投資してもらう、3つ目が、社債を発行するってやつなんですね。 ちょうどまあリスクでいうと銀行と株の間ぐらいですねの社債を発行するというやり方があってこの ESG 債というのは企業が特に環境課題や社会課題の解決のために何か事業をやりたいときにそのためにお金を資金を募りたいときに発行する社債のことを ESG 債と言います。 ESG ていうのはさっき西川さんもおっしゃってくださいましたけどエンバイロメント、環境、ソーシャル、社会ガバナンスの,、えー、の頭文字を取ったものということで大まかに言うと、ね、これ4つ種類があります1つ目がグリーンボンドと呼ばれるものでこれはいわゆる環境ですね企業がなんかそのしゃあの自然環境 CO2 削減とかそういったことを目的としたプロジェクトをやりたいときの資金を募るための社債これがグリーンボンドです。それから ソーシャルボンドというのは企業が例えば貧困対策とかそういう社会問題を解決する事業をやりたいときにそのお金を募るというときにはこのソーシャルボンドっていうのを発行する、うん、それからサステナビリーボンドというのがあってこれはあのグリーン今のグリーンボンドとソーシャルのボンドを合わせたやつですね。 それから4つ目、これがですねサス,テナリリンサステナビリティリンクボンドというのがあってこれは企業がものすごい特定の目的をもう決めてそのための特別目的のために社債を発行するというもので例えば具体例を言うとイオンがありますよね、イオン、うん、イオンがですねイオンモール30開催っていうのを発行したことあるんですよ、そういう社債を、うん。このの時はえとねある一定の年年までに 国内国内全店舗で使用する電力のすべて CO2 フリー化すると。うん、そのためにお金が必要だから。 じゃあ債を発行するっていうのをやりましたこれは典型的なサステナビリティリンクモンドで、うん、まあこういったものの合,計あの合わせたものを ESG 債というふうにわけですね、じゃあなぜ今、世の中でこういうことが求められているかというと、言うまでもなく企業側は今、社会問題、環境問題の対応が求められているからですよね、うん、だけどそのためには当然お金、その目的のためのお金が必要なわけだから、うん、そのために特別にお金をちゃんと調達しましょうというための ESG 債がある。 そして投資家側からすると、やっぱり今、投資家側もその社会とか環境への責任が高まってるんですよね、うん、だから意図的にこういうところに投資しようという流れが出てきてるんで、そういう意味で ESG 債というのは非常に今、注目されてまして、今、世界だと7000億ドル、大体100兆円ですね、うん、が実は ESG 債が発行、毎年されてて、ちなみに一番多いのはヨーロッパです、大体4割ぐらい、えー、で日本も最近はね5兆円ぐらいが ESG 債になってきています。 はいうん5兆円なん、日本で最近、そういうことが行われるようになってきた背景は、はい、やっぱりそれ、国際的な流れを受けてなんですか、ね、はいそれはすごくあると思います、もともとやっぱり ESG 債が強かったあの主流だったのはヨーロッパなんですが、うん、この数年の日本の、ね、ESG 債の発行の勢いはすごいですね、へ<ー>ものすごい勢いで増えてます。はいう たぶんねやっと今年、2020年度が4兆円だったんだけど、その前の年、2兆円ぐらいなんですよ。うん、だ本当に倍近い勢いで増えてます、今それはもうなんか、やっぱ、そのアピールというか、にもなるからってことなんですか、ね、それもね、率直に言うとありますね。<ー>なので、そのね、中田さんのポイントがすごい重要で、うん、ちょっと3分の中で話しきれなかったんだけど、うん、じゃあ、この ESG 債っていい,とい,いことずくめかっていうと、当然そんなことはありません。うんうん、最大のの課題がねグリーンウォッシュって呼ばれるものなんですけど、はい まあ、簡単に言うとと、ね、やっったふりだけすするってことですよわつまり ESG 債を出してお金を集めとけばなんかこの会社環境にいいことやってるなって思って,くれるだろう思ってもらえてんなんか周りの投資家とかステークホルダーから評判がよくなるだろうっていうつもりでやってると意味ないわけですよね。でそれではそういうことで集めたはずのお金をもっと短期的な利益のところに回したりしたら意味がないじゃないですか。うん でそういうのをグリーンウォッシュって言うんですよんなんでそういうことがないように ESG 債ていうのは集お金を集めたらそれがちゃんとそういうもともとの目的である環境とか社会問題の解決のために使ってるかっていうことをちゃんともっとこう情報を公開するってことが義務付けられてますしうそういったものを第三者がもっと徹底的に透明化して評価しないとダメだよねっていう流れがこれも今世界的に起きていて特にヨーロッパなんか住んでるんですけど日本もだんだんそうなっていくと思いますね。 あんま悪く使わないでほしいですけどアピールだけすればいいやってならなくていいですけどでもどうですか例えばお二人がお金があって会社の社債とか買ってみたいなっていう時にこれ個人でも買えますからすごくいいなと思っちゃいますねやっぱなんか自分にも返ってきてる感じするじゃないですかのいいことしてるとかそうですね今日本企業も本当に多くの会社が ESG さえ出すようになってきてるのでぜひ勉強してもらって。 あのこの会社はグリーンウォッシュじゃないなと見せかけじゃないなって思ったらいい会社にはぜひ皆さん投資してみてもいいかもしれないですね。そういう目線がね必要なんですね。やってみよう。うんうん、今日は ESG 債についてこのコーナーでは入山さんに教えてほしいことを募集しています。県名三分大学でメールアドレスおいでよ at mark j o q r ドットネットまでお送りください。 このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。